老舗の名物丼。港町でランチを食べよう。続いては浜松市舞坂漁港の近くにある魚原。1912年創業、112年の歴史を持つ料理店です。最初初代がですね、ここで漁師から始めまして、荒次郎と言いまして、そこから魚に荒につけて魚荒となりました、はい。代々受け継いだ看板メニューは車エビを使いました駅天丼になります。車エビ用の生けすがありまして、そこからすくいまして天ぷらに揚げていく形になります、はい。生かしておく方がやっぱり新鮮で甘みもあると思います、はい。車エビは頭と殻を取って足は残したまま衣をつけて揚げます。こうすることで衣がよく絡み、香ばしくカラッと揚がるんです。揚げたての天ぷらをご飯に盛り付け、秘伝のタレをかけます。昔から引き継いだタレを継ぎ足し継ぎ足しとして、やらせていただいてますけども、コクがあったり旨味が増してると思います、はい。神々しく輝く魚荒の生き天丼。エビ天3本のほか、野菜や白身魚の天ぷらもあります。甘みと深みのあるタレがご飯と天ぷらの橋渡し、見事に一体となって美味しさが広がります。アサリたっぷり、極上だしが効いた味噌汁も贅沢です。生き車エビはフライで堪能することもできます。うちはタルタルソースとかはやっておりませんので、そのままでもいいですし、まあ、うちはおソースになりますけども、はい。ソースのスパイス感がいいアクセントになり、ご飯にもバッチリです。続いては厳選したネタを厚めにカットして盛り付けた豪華な刺身盛り合わせ定食。今日です と、赤身がですね、メジマグロ、本マグロの子供になりまして、ちょっと脂は少ないかもしれないですけども、はい、美味しさはあると思います、はい。その他シマアジやヒラメ、肉厚で弾力のあるイシナギなどが勢ぞろいです。魚荒定食というのもございまして、いろんなものを食べたいというお客様注文される方が多いですけども、はい。お刺身や天ぷら、うなぎのかば焼きまで一度に味わえる贅沢な内容です。関東風でふっくらと蒸した状態から焼いていく、うなぎのタレも継ぎ足しでやらせていただいております、これからもですね、皆さんに喜んでいただけるようなお店になっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。入荷がある日には生しらすが見逃せません。港町の老舗魚荒です。